こんばんは。今日はデイマソーとは違ったあるビルでね、ちょっと催し物が行われるみたいでして、こちらですね。こちらの扉の向こうで何かあるみたいです。じゃあちょっと行ってみますね。こんにちは。なんか今日皆さんが集まるって聞いて来たんですけど来たんですけど、その説はすいませんでした。はい、ということで、はい、今日はですね、我らケン2のお見送りをしようということで、え、なんですか？え、なんですか？ケン2はいなくなります。こんなバナナ、バナナのケン2はいなくなってしまいます。嘘だ、はい、なので今日の回が楽しければ多分ケン2出ていかないって言うと思うんですよ。おもてなし次第だよ。はい、そう。だからケン2が出て行きたくならないようなおもてなしをしましょう。なるほど、ま、はい、やっぱ痛いですって最後泣き崩れるケン2を収めて、いやそうしましょう。これはもう一年やりますって言って、それで締めよう。はい、そうしましょう。その目的で泣かせよケン2を。はい、そうしましょう本当に、ね、ということでちょっとケン2の好きな食べ物をいろいろかき集めてみましたね。うわ、大好きです。まず、はい、こちらピザ。あー、ピザ、ね、ピザ、もう目がないよ、目がない、好きですね。そしてポテチ、あ、九州醤油。あー、九州醤油だね。ここら辺のお菓子も好きなやつですね。はい、そう、もうケン2が好きなラインナップを揃えてますから。これもそうだ、ファンも好きですよ。コストが好きだから、コストが好きだから。はい、そうです、そうです。3種類ぐらい。なんでまあもうちょっとしたらね、ケン2来るんで、はい、みんなでちょっとおもてなしの準備をしましょう。ピザ焼きます。ケンタも焼こうぜ。ですですね、フンでも一気に焼で。さてさて、そう、こういうね、あー、ね、いい、おばあちゃん家みたいな、こういうセットね、これを作ると喜ぶから。こういう気遣い大事ですもんね。そうそうそう、好きなお菓子を山盛りに。何かとおしゃれなやつだったからな。確かにケン2はおしゃれなやつだったからな。でももうケン2がいなくなっちゃったら丁寧枠いなくなっちゃいますね。確かに令和層の丁寧枠ね。丁寧枠に人がなればいいじゃん。分かった、じゃあ2024年はそうする。はい、痩せて丁寧な女になります。わー、楽しみ。垢抜け、うん、垢抜け。サボってるやつだよ。うわ、ほんとだ、サボってるやつ。手組んでるってことはもう何もする気ないっすよね。見てます。あー、お見守りね。なんかおもてなしたいもの。ぜひぜひね、高瀬のあれがね、じゃあビールとか。あー、ツール。はい、おー、いいね、うん、高ペロおしゃべりして。あー、いい。あ、じゃあケン2が入ってきたら一番に高ペロに温度取って迎えてもらいます。それどうですか？議長、そう、議長、どう？最近ホープの動画で仕切ってたから。そう、しかもうまかったですよね、結構。仕切りたがりだから。はい、入ってきたい。はい、ということで準備ができたので、はい、もうそろそろケン2来ると思うんで、はい、みんなで迎えましょう。よっしゃー、はい、よっしゃー。で、今回はタカピロが掛け声を考えてくれたので、ケン2が入ったらタカピロが一言声かけて、みんなでわーって盛り上げる感じでいいですか？はい、わかりました。結構考えてきてくれたの。そう、そう、ちょっとタカピロにかかってますからね。最大稼いで、そうだね、大きい声で言いました。超節目ですからね、これ。あー、どうする？声は取るか。はい、はい、じゃあ待ちましょうよ。はい、はい。うわ、ちょうど分かったかのように。ケン2さん、今までありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今までで一番笑顔なんじゃない？ください。検定パーティーでございますよ。はい、なんか持ってる。確かに。あ、
ックを買ってきました。ありがとうございます。店長のね、大スポーツもね、そう、まあすごいね。テストがいなくてもここまで料理できるようになった。そうだよ。じゃあ辛口でズバズバ言われる。はい、ということで完成しました。どうか、超高感か。早速検定の温度でスタートしますか。確かに。ということで、はい、お集まりいただいてありがとうございます。最高の夜にしましょう。おい、カメラテキューラ持ってこい。検定何から食べますか。あ、何から食べるのか。わかりますから、わかりますから。私はピザかなって思いますよ。じゃあ、記事も聞こえないでしょ。あ、言っちゃいました、言っちゃいました。本当に、俺は、私も。なるほど。だ、自分で買ってきますから。なるほど。じゃあ、俺は、ポテト、ポテトだ。あ、ポテト。自分は、ピザ。あ、まあ、じゃあ、ピザ、ピザ、ピザ。自分は、ピザ、ピザ。じゃあそれでは限定ファーストバイトお願いします。いただきます。いや、こんなのさ、あれ、あれ、いっちゃいましょう、いっちゃいましょう、いっちゃいましょう。いや、これですよ。でしょうね、でしょうね、これですよ。これ食べたかったんだから。いただきます。俺とマニマニだっけ。そうです、これですよ。いやこれ、今まで結構何を見てたんですか。マック大好きだもんね。本当に詳しくしょうがない。本当は住みたいですからね。ダメだから住んでる。中央になるんだ。じゃあちょっとみんなも食べましょう。はい、はい、いただきます。いただきます。すごい、みんなとマホね、そのうちがね、焼いてくれた。そう、これはさ、焼くじゃないんだよ。あー、めっちゃ美味しいよ。チーズしか持ってないのにめっちゃ美味しい。やばいやばいやばい、やばい、急げ急げ急げ、止まってください。止めろ止めろ、止めろ止めろ、止めろ止めろ、落ち着け落ち着け。時間で言ったら一番ない。そうか、確かに。何時間と一緒に。換気は深いですね。換気は深い。考え深い。考え深いじゃん。そうだよ。だって初め出会ったのがオーディションとしてはね。オーディションしたんだもんね、チンソン。そうですね。まだこんな化け物だった。知らなかったです。ビビりだった。マジで分かんなかったです。分かんなかった。だって私、ケンツーのオーディション動画から見てる子さんですから。おもそうです、そうです。ずっとレバスをできた時から見てて。私の子さんです。もうケンツーが上げたオーディションだから。落ちてる。そのオーディションで落ちてますから。ケンツーのオーディションで。同期になるはずだと思った。ようやくこうやってね、一緒に生活できたと思ったら、もう退屈しちゃったもんな。だめだね。楽しいですよ。まあ、時間的にはちょうどよかった。胃もたれすな。胃もたれすな。ケントゥーさんは退去して、まあ、OB になってさ、レアゾーンに戻ってきて、こういう企画混ざりたいなのかって言ったよ。そういう時に呼びたいからさ、うちなんだよ。確かに確かに。でもなんかもう全員集めたいっすけど。おぉ、今まで、今まで。いや、記念会でやろうね。10万、20万、30万。やばい、やばい。やばい、同窓会。だから、やってから同級生たちが。そうなんだよね。だからもう、帰宅します。で、ケンツーがすごい大きなもの残してくれたよね。そういう意味では。え、じゃあ、同級生たちがケンツー来てもいいんじゃない。あ、まあ、はい。全然、ここは呼んで、来ていただけるんだったら、はい。同級生の輪を広げてって、新しい人を入っていったら、
年齢だったら詳しくは。まあ、なんか最近だったら、翔ちゃんも。あ、おじきの翔ちゃんは多分隣だし。あ、そうだ。あ、いい、翔ちゃんめっちゃ合いそうじゃん。めっちゃいいね。そこを広げていくっていう。ペンというの一番思い出の企画。あ、嫌い。誰かに。まあでもね、その仕事とかでも、なんかこう人がまたこう変わってくるから。うん、まあ最初は何やろうな。何気がしなかった。何気がしなかった。ふざけることないですよ。でも気になります。いやもう本当、ちょうど全部一緒ですね。もう絶対なんだ。まあでもディズニー行ったのとかかな、一番最初の。ああ確かに。僕ディズニーシー行ったの初めてだったんです。あ、なんだ。そうっすよ。あ、ドッグがハートルドッグで、なんかもう見てない人も映像がドッグくらい有名な話になってる。ディズニーね、そうだ。あ、何の記念だっけ。いや、でもなんか確かに記念でした。3万人記念が、あれはそうか、なんかみたいな感じだった。そうだね。でも行きたい、なんか10万人記念だね。その記念記念でね、やっぱ思い出のね。意外とやってないんだよ、そこで止まってるもんね。旅行、京都旅行とかも行ってるし、出てたけど、チントが入ってきたら一切ない。問題ないから。チントだって味わってないよ。はい、ドッグの卒業で泊まったら、最初最後。そうだ。あれもでも場所めっちゃ良かったっすね。良かった良かった。だあれはまだ3期が入る前だから、3期がまだ泊まりとかはやってないってことだよね。そうだね。確かに。まず私と高ペロは高尾山にすらまだ行けてないですよね。あ、行けない。行けないの？高尾山。あんまりも行ってない。あ、あれ？あれ？トタはいた。トタ。そうですね。あと、アイ。あ、アイ。あ、そうだそうだ。でも高尾山行きたいっていうのは大体ケントゥからなんです。あ、そう、ケントゥ企画。今だけ3回ぐらいやってるんですけど、全部俺が。大好きだ。ケントゥが高尾山好きやるから。なんか多分僕結構思い出をこうなぞるの好きなんですよ。何回も同じとこに行ってた。いやだ、それも受け継ごうぜ。はい、じゃあ、タカピロ。高尾山係で。高尾山係で。確かに。山登ったことある？途中までなら。途中までなら。動かなさそう。逆に、令和荘の企画で一番過酷だったやつ。わー、いいだろ。いいぞ。過酷だったの？でもそんななんか本当に死にそうになるようなことってやんないけど、でも俺この前のドッキリオノッチの、俺あの辛いの結構苦手だから、基本まず口に入れないのよ、あんま。あの時はもう入れるしかなかったから一番しんどかったかも。体力的な過酷はそんな、なんかあの前寒いって言ったら帰宅みたいな、あれも結構まあしんどかったっちゃしんどかった。でも結構楽しかったんで。そうだね。そう、あれね、やりたいやりたいっすね。いつでも今からやっちゃうね、今から。いやでもどうでした、3期生まで、うん、3期生から見た検定はどういう印象？年下ですけど、年齢的に本当にこう一先輩であるっていうのは、うん、YouTube の知識とかもしれない。はいはいはい。なんか本当にはっきり物事を言ってくれる。ああ、なるほどね。いいも悪いも本当にこう自分年齢上ですけど、うん、あ、こういう先輩がいたら幸せだろうなっていう感じの存在ですよね。おお、素晴らしい。ワニワニとかはどうでした？物たくさんくれる。嬉しい。ケンテルさんの服装でいるときじゃない。あります。いろんな人の服が俺の服になってくる。そう、ランニングも全部ケンテル。ケンテル捨てたものを拾って。Pさんもだし。そう、Pさんも。物はどうでした？なんか私入ってきた時って、令和荘のリビングに誰もいなかったんですよ、今やですよね。で、編集とか、令和荘のめっちゃ大変で、誰も聞けなくて、研究さんがいつも大丈夫って言ってくれて、めっちゃ印象に残って。うわー、やばい。いいストーリーだね。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 台本みたいな。引き継がれてるね、令和荘のストーリーがね。ということで、はい、まあ、ケントゥーの回ですから、はい、まあ、皆さん一緒に住んでて、一体どれくらいケントゥーのことを知れたのかなっていうのを、ちょっとクイズ形式で問題出したいと思います。なるほど、なるほど。はい、では、全部で5問あるんですけど、挙手制で1人1回しか回答権。ああ、いいね。ポイントが高かった方が優勝。ああ、優勝。優勝したら、優勝したら、
ケントゥーとツーショットの写真が。これからは価値を上げていかないと。簡単に気安く取っちゃダメだよ。それはもらう。じゃあ まずは、ほんと常識問題。常識問題。ケントゥーの誕生日はいつでしょう。え、うわぁ、来た。11月16。正解。さすが、受け継いでるやつだ。誕生日もあげます。違います。はい。お、
屋上でなんか料理を持って出来やした顔してるケントゥ。あるかも。出来やしたケントゥ。違います。はい、はい、はい。デトックス中。しちゃいます。デトックス中。はい。はい。家庭菜園。違います。うわさあ残り3名。いやでもそういうことなんですよね。そういうこと。当たったわ。いいんじゃない。はい。はい。フォーチュネスだ。フォーチュネスのライブに行った時のだ。お。これだ。違います。うそ。フォーチュネス。さあ当たり。これやばい。タッカピロ当たった。あこれ完全に完全に真剣すぎる。さあ行きましょう。はい。お。自分の部屋で。ん。あ、ジュリーだ。いや、違いますね。あー、ここで。あー、これは。余裕だ。突き抜けるか。突き抜けるな。全然何もわからない。何もわからない。ミントさんが好きそうな。そう、そう、そう。で、こんな。ひとりキャンプ。あ、うわー、うわー。違いな。まあヒント言うと、レアゾーンの中じゃないです。なるほど。やってやったことで、人生で初めてやりました。でかい。このシリーズ人生で初めてやりました。あ、分かったかも。え釣り。違います。あぁー、でもいいから、いいから、いいから言ってる。確かに来た。うわぁ、うるさいな。来た、見た。うわぁ、キャンプファイヤー。違います。本当に喋んないで。何みたいな。あれさっき言ってたよね。キャンプファイヤーですよ。ファイヤーです。あ、でも違います。ね、何かを作ってます。あ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、行きますよ。お願いします。合計正解。これだよ。優勝はトモキンです。ありがとうございます。はい、ということで、はい、縁も竹縄ではございますが、はい、はい、最後にケントゥーにね、一言ずつみんな声をかけて、はいはい、お見送りしましょう。よくいきましょう。次の道へ送り出しましょう。はい、はい、こっちから。はい、こっちから。2、3ヶ月間という短い間でしたけれども。3ヶ月間。そうなんですよ。ただ、あのスマ1枚でつながった私のケントゥーの絆は永久的に続くと思いますので、いつでもレアさんに遊びに来てね。ありがとうございます。3ヶ月は覚えないね。そうですね。濃いね。僕も3ヶ月間という短い間だったんですけども、レア層の中で一番お兄ちゃん的な存在で、あのいろいろお世話になりました。これからもレア層を、頑張っていきますので、また時々遊びに来てください。はい、その時にはもっと成長した姿を見せれる。頑張り、頑張っております。深呼吸、深呼吸、深呼吸、頑張ってます。私が何かしらで悩んでいる時に声をかけてくれたのはいつもケントゥーさんだった気がします。たくさんも一緒に行けて楽しかったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。覚えてるか分かんないですけど、あの OJT のセロで、あった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 、印象がすごい強くて、うん、初めて動画作った時に、うん、自分の良さを残しつつ、
こっちの方が持っていいんじゃないみたいなアドバイスがすごいこう自分の中では印象的で、そういうこう、まあ、教え方じゃないですけど、多分僕たちが先輩になる中でやっていかなきゃいけない教え方というか、はい、そういうところだったり、あと数字見てこういう企画の方がいいみたいな、そこは本当に尊敬できるところだったので、そういうところを令和層全員で吸収して頑張っていくので、ケンテさんも今目指してる道の方頑張ってます。はい、また動画じゃないけどいろんな活動できたら嬉しいです。ありがとうございました。おなんか言いたいこといっぱいあるんですけど、やっぱりこの俺が入ってきた時に、まあ、ケントが同級生っていうところでクリエイターの力としてはもう圧倒的に先輩なんですけど、やっぱ同級生って一緒にいて居心地がいいなっていうところで、すごく入りたての頃に心細かったけど、すごい支えになる存在って勝手に思ってました。令和層としてもあのケントゥーが残してくれたものって、結構シリーズものの企画とかはケントゥーが01で作ってくれたなっていうのがすごい思ってて、そういう令和層にたくさんいろんな素敵なものを残してくれたなっていう、すごい令和層担当じゃないのにすごい貢献してくれたなって、すごいありがたく思ってます。令和層卒業しても同級生でこんだけ撮影とか関係なくて友達みたいに接することができる人って俺にとっては少ない存在なので、卒業しても変わらず、仲良くしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやちょっとケントゥーは、私が令和層入ってからずっとケントゥー一緒に生活してきたんで、やっぱ令和層イコールも全部ケントゥーがいるみたいなのがすごいあって、あー無理ないちゃう私的にはなんだかんだやっぱりこうめちゃくちゃ頼ってたんで、なんかちょっと寂しいんですよ、すごくね。まあちょっと令和層卒業したら、まあ、遊んでくれるかわからないですけど、でも頻繁に連絡はするのでカメラ外でもちょっと令和層来てなんか一緒に美味しいものを食べたりとかしたいなと思いますし、あとやっぱりケンツーの個人チャンネルで作ってくれたお弁当の味がやっぱ忘れられないのでぜひまた作ってください。いつでも食べます。はい、いつでも食べたい、いつでも食べます。本当にもうケンツーありきの令和層生活なので、もう本当にありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後僕からケンツーに言葉を送りたいと思います。いや本当にね、ケンツーとはめちゃめちゃ長くね一緒にいて、でいろんなことが本当にねあって、でこういうね経験を一緒にしてきたっていうのはかけがえのないね本当に思い出になってて、でだからこそ親心としては正直やっぱ10万人行ってほしかったってのは本当にあるし、それは一番ケントゥー自身もねあった思いなんじゃないかなと思ってます。でもやっぱりケントゥーがこの真剣に考えて決めたことで、で他の道でもケントゥーだったら大丈夫なんじゃないかなって僕的にも思うので、なのでそこでまた新しい道で活躍して、でその蓄えたパワーをまた令和層で遊びに来て、そしてね後輩たちに伝えてくれたら、それはねめちゃめちゃ嬉しいことなんで、なんかどんな道行っても大丈夫だと思うんで、令和層で学んだことを次の道でも生かして羽ばたいてほしいなと思います。前のね報告動画の時も言ったけど、令和層っている時だけじゃなくて、こういう離れた後でもつながってそのネットワークを広げていくっていうのが大切な場所でもあるから、なので、ケントゥーに令和層がね、今後助けてもらうこともあると思うし、逆にね、令和層メンバーがケントゥーを助けるというのもあると思うし、なのでね、これからもつながり合って、人生をね、共に歩んでいきましょう。今までよく頑張りました。じゃあ最後、ね、皆さん、いやね、メンバーに向かって、ケントゥーの方から一言いただいて、そして、このドアを開けて、旅立っていってください。はい。いやーそうっすね、まあ正直悔しかったっすね、うん、まあぶっちゃけでもやっぱこういろいろ考えて、うん、まあこういう形で出ることにはなってしまったんですけれども、うん、一番は
なんか人として育ててもらったなっていうのが、僕入ったのが多分24歳とか5歳とかなんですけど、ね、まあ、20代後半でなんか人格が変わるほどなんか育ててもらうことってそんな想像してなかったので、まあそれこそ多分入った時僕こんな喋れてないですし本当になんか一言で言うのがもったいないぐらい、なんかね、本当にいろんなことで成長させてもらって、だからこそもちろんね、今のいるメンバーもだし、先輩方もだし、みんなに感謝していて、まあ見てくださってる方にも感謝がめちゃくちゃあるなっていうので、やっぱこの場所をもっとね、いろんな人に体験してもらって、たくさん成長してもらえるような場所にずっとなっていけばいいなっていうふうに思うんで、なんかずっとね、応援を送ってもらえるように、うん、皆さんぜひ応援してください3年9ヶ月ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではケンドゥ、あなたの道どうぞ。みんなもね、見ていく中でね、絶対感じたと思うし、で、ね、それを受け継いで、さらにね、令和荘メンバー、これからね、どういう風に羽ばたいていくかのも楽しみだし、さらにこういう風にね、みんなが作ってきたものをさらに発展していくっていうのはね、変わらないことなんでね、みんなでさらに盛り上げて、いいネットワーク、いい歴史を作っていきましょう。はい、先生撮れませんよ。もみちきです。